ですか？ぶん殴っていい？はい、皆さんこんにちは。おはようございますだら。廊下に立っとれ。はい。行かれたのか。はいはい、先生の面白コントはさておき。面白くねえよ。今年一笑いましたわ。では朝礼を始めていこうと思います。起立。こんにちは、おはようございますだら。廊下に立っとれ。はい。あ、ハズレの担任だ。本日の予定ですけども、1時間目は体育、2時間目は道徳、3時間目は体育、4時間目は道徳、5時間目は体育、6時間目は道徳です。ミルフィーユ状だ。なんかこの教室ムワムワしない？おうムワムワ。2017年に発見された天体観測史上初となる太陽系外から飛来した恒星鑑定隊。はい、皆さん、1時間目の体育はドッジボールです。あー、ドッジボール。それよりバドミントンにしろ。そうだそうだ、バドミントンにしろ。バドミントンに。バドミントン、バドミントン、バドミントン、バドミントン。うわー、マジでドッジボールやりたくなってきたわ。といっても普通のドッジボールではつまらないので、このボールを使います。でか。どんな時も、どんな時も、僕が僕らしくあるために。どちらかのチームが全滅するまでやり合ってもらいます。教育委員会の皆さん、ここにいますよ。おれ、え、俺。はい、ということで2時間目の道徳ですね。アンパンマンの親戚ですか？あれ、ジャニーズの方ですよね。いいですか皆さん、キャベツとレタスの見分け方は、より薄い緑色の方がレタス、濃い色の方がキャベツです。はい、こっちがキャベツ。レタスです。あ、じゃあこっちがキャベツ。レタスです。まあこんなの見分けられたところで人生の何の役にも立ちませんからね。1分前にドヤ顔で見分け方披露してたやつとは思えない発言。はい、3時間目は歴史です。体育じゃねえのかよ。歴史の授業で100回くらい見る風刺画、しかも手書きで書いてたせいで授業終わった。今回はペヤングペタマックス食べていこうと思いますけどね。もういらね。おーい。じゃあ次の歴史のテストはこの風刺画の模写です。もはや美術やん。はい、ということで今日一日皆さんには高校の体験入学をしていただきました。中学校とは比べ物にならないほど忙しかったと思います。小学校以下の簡単な授業内容でした。おう、むわむわ。あ、おうむわむわ、気に入っちゃってる。